はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイです。札幌の、愛のスコールいちごサワー。来ましたね。俺が好きな。あ、これ数量限定です。アルコール度数 4% で果汁が 1%。原材料が、いちごと、乳などを、主原料とする食品と、ウォッカと糖類と、炭酸と酸味料と安定剤と、香料と、赤色40号。容量が 340cc ですね。あ、10ml 少ない。ほほー。よし。このスコールね、俺最近ね、ピルクルにハマってるんですよ。ピルクル。スーパーで売られてる1リッターだいたい180円ぐらいのやつなんですけど、あれがハマってましてね。うん。乾杯。なんかあれだな。いちごのあれなんだけど。一応、いちご果汁 1% 入ってるんだけど、いちごってもともとそんなに、ねえ、主張しないでしょ、味が。だからそれをおそらく香料でごまかしてるとは思うんですけど。そのなんか香料が、なんかこう、ね、ちょっとどぎついというか、で、まあこの愛のスコールシリーズ、非常に甘いんですよ。で、これも甘いんですけど、普通のスコールのホワイトサワーよりも、この変なイチゴの香りで、なんかあんまり、なんかおかしいな。愛のスコールのホワイトサワーシリーズ大好きなんですけど、やっぱなんだかんだ言って一番いいのが、普通の、ね、緑色のやつがうまいんじゃないですかね。うん。まあ、いろいろ売ってるんですよね。スコールね。まあ、似たようなので、なんだっけ。カルピス。カルピスってあるんですけど、カルピスの、普通のカルピスウォーターってやつは、美味しいんですけど、カルピスソーダっていう、炭酸のやつ。あれが甘味料入ってて、まずいんですよ。で、
業務用のカルピスの原液、あの1リッターのなんだ、原液のやつが、売ってるんですけど、多分味がね、違うんですよ、おそらく。カルピスウォーターと、その原液で作ったカルピスウォーター。これ多分味が違うらしいんですよね。だから今度、まあ、試しにね、まあ、カルピスウォーターと、カルピスの原液で作ったカルピスウォーターの、ちょっと飲み比べをね、してみようかなと。カルピスに、カルピスのその原液を、牛乳に入れてね、飲んだりすると美味しいみたいなのあるでしょ。あれもいいですよね。ピルクルも、その牛乳1対1で割って、ね、飲むと美味しかったりするね。まあ、さっきの原液の話だけど、結局、水が違うからね。水道水で作るか、もしくはミネラルウォーターで作るかでも絶対味変わってくると思うんで。特にここ、東京なんで、まあ、水道水は、美味しくない。まあ、美味しくないんですよ。だから、まあそこでも変わってくると思うけど。でもぶっちゃけた話、わざわざミネラルウォーター買って、その原液と混ぜて飲むって、大して、だから普通にカルピスウォーターの 1.5 リッターのやつを買った方が、良かったりする。だから値段的に安いんですよ。だいたい 1.5 リッターのやつで、まあ150円から180円ぐらいで売ってるんですけど、原液ってね、別にコスパ良くないんですよね。コスパよろしくないんですよ。まあ5倍に薄めて飲むっていうのがまあ普通なんですけど、だからあれのメリットとしては結局、いや、5倍に薄めるのが普通だけど、4倍にしたりとか、味を濃くして飲んだりできたり、まあ、逆にちょっと甘すぎるから、ちょっと6倍にしようとか。そういった、まあ、楽しみ方っていうのはあると思うんですけど。まあでも、まあ手軽ですよね、確かに。だって 1.5 リッターのカルピスウォーターをわざわざそのさ、1.5 リッターのペットボトルをさ、ね、冷蔵庫の中に入れとくと圧迫するでしょ。それだったらやっぱ、ね、原液の方が、まあ、場所取らないですからね。好きな時にこのコップ一杯の分で作ればいいんだから。なあ。まあ、業務用だと1リッターの、カルピス、原液が売られてるんですけど。まあ、おそらくあれも、
一回開封したら、一回開封したら多分冷蔵庫で、保管しないとダメなんでしょ、おそらく。まあ1リッターでも、でもそれでも1リッターですからね。普通にカルピスのね、あれ 1.5 リッターだからでかいんですよ。ぶっちゃけ。まあそういう意味でもやはり、現役、というのは需要があるかなと。酒とかでもあんじゃん。炭酸で割ったら出来上がるみたいな。原液の、なんか、ね、ものとかさ。あるっしょ。あ、そうか。そもそもカルピスサワーってのもあるんだよね。あれ確かアルコール度数 3% じゃなかった。カルピスサワー確かね 3% なんですよ。ああ、そうそうそう。カルピスサワーね好きなんだけど、アルコール度数 3% なんで、ほぼ買わないんですよね。買っても多分焼酎で割って飲むっていう。焼酎で割って飲むんですよ。もしくはもうもしくはもう普通に原液入れて、で、あと酒入れて、焼酎入れて、炭酸水入れて出来上がりみたいな。ね、自分でこう作るわみたいな感じだよね。まあでも、カルピスサワーとか、まあ、カルピスとか、まあピルクルとか、あとヤクルトとか、ねえ、俺は大好きなんで、ヤクルトサワーとか出ねえかな。いや、もうピルクルサワーだな。うん。今度ピルクルサワー出してくんねえかな、誰か。あれ、ヒカキンさんがすげえカルピス大好きらしい、あ、カルピスじゃない、ピルクル大好きらしいんですけど、俺と同じですね。うん、まあ、こういうカルピスとかさ、ピルクルって、飲むと、舌のあたりになんかザラザラっていうか、ザラザラっていうか、なんか違和感あるじゃないですか。あれが、なんか嫌いっていう人もいれば、俺はもう逆に好きなんだけど、あれ何なんですかね。ググるか。ヤフー知恵袋。カルピスとかヤクルトなどの乳酸菌飲料を飲んでると、舌の上にカスみたいなのできません？あれは一体何者でどうしてできるんですか？ベストアンサー、牛乳由来のタンパク質です。カルピスでは、こう説明しています。
白い塊は唾液に含まれる成分と原料の牛乳の成分とが反応して生成したタンパク質の塊です。この塊は唾液成分の個人差によってこのような現象が見られますが、胃酸で溶けてしまいますので心配はありませんと。なるほど。あ、関係ない話だけど、あ、牛乳ってさ、俺ら、まあ、毎日飲んでるけど、いろいろあるらしいね。これが。最近それを知ったんですよ。あのね、牛乳にもと、まあ、種類あるのっていう、まあ、わかるじゃん。いわゆる成分無調整か、もしくは 3.6 か 3.7 ぐらい。だいたいこの3つぐらいに、分かれてるっていうのも、だいたい普通の人は知ってるじゃないですか。それだけじゃなくて、まあ、最近か何なのかは知らないけど、さらに、種類が、あるらしいです。パッケージの裏とかに書いてあるね、いわゆる、殺菌？熱を、加えて沸騰させて、殺菌するんですけど、牛乳はね。で、大体、安い、普通の150円ぐらいの牛乳だと、大体2秒ぐらいなんですよ。そこにあるんだよ。まあ、これなんですけど。このね、裏にね、書いてあるんだ。殺菌っていう項目があって、ここは130度2秒間って書いてあるんですよ。130度を2秒間で、やって、これ殺菌してると。書いてあります。で、これがまあ成分無調整。成分無調整って書いてあるね。これ。成分無調整。で、その問題なんですけど、これが130度じゃなくて、なんか、この殺菌方法がね、違う牛乳があると。いうのを最近知りまして、低温殺菌牛乳というのがあるんですよ。これがですね、なんと、66度で30分間殺菌と。で、低温で殺菌した牛乳はこんなにも美味しいって書いてある。書いてあるんですよ。で、130度で2秒間よりも、66度で30分間、殺菌した方が、なんか成分とかが、違うらしいんですよ。結局。で、そこの、有名な会社、高梨っていう会社がありまして、この、ね、牛乳、ただし、高いんです。高いんですよ。だから安くて普通の成分無調整とか買うか、いや、ちょっとうめえやつを買うかみたいな。高いの出して。で、明治から発売されてる美味しい牛乳っていうのがあるんですけど、まあ、これ有名な美味しい牛乳って。これ何が美味しいかって、俺ほぼ飲んだことないんで、わかんないんですけど、これ多分、おそらくは、これ、なんかあるんだろう、これ、絶対。あ、これ、殺菌方法130度で2秒間。あ、ダメだ、これ。これ、クソだな。これ、この、明治美味しい牛乳がね、以前叩かれたんですよ。
とんでもなく。前まではこの1リッターの販売してたのに、1リッターだったんですよ。なのに、何年前かに、100ミリリットル少なくして900ミリリットルにしたんですよ。この美味しい牛乳がね。で、なんと、びっくりするのが、そこだけじゃなくて、値段は据え置きで 900cc にして、100cc 減ったのに値段据え置きにして、で、なぜ900に変えたのかって、ね、問い合わせたら、とんでもないことを言いおったと。それがですね、とんでもない発言なんですよ。それが何かっていうと、100cc 減らしたことによって、重さが軽くなって、老人とか子供でも、持ちやすくなったとか、いわゆる注ぎやすくなったって回答してるんですよね。これがとんでもない、2チャンネルで、祭りになったんですよね。まあ、という話がありまして。それ以降、ね。絶対買わねえわ、みたいな。不買運動が、加速したんですよ。本当におかしいよな。俺もそんなクソみたいな回答されたらマジで、もう多分不買にするわ。とんでもないよね。もうガキ、お前大人だよなって。え？大人でお前その回答すんのって。100cc 減ったから 100g 減ったって、それ当たり前じゃん。それなのにその減らした理由を、ね、こともあろうか、子供とか、お年寄りが持ちやすくなった。100g 減ってんだから、その当たり前だろ、ボケって。何を言っとんのか意味がわかんないよね。とにかく意味不明だよな。でもね、美味しい牛乳はやっぱ美味しいって言ってる人いるんですよ。うん。まあ、さっきでも見たところによると130度で2秒間だから、俺がさっきそこに見せた値段が150円ぐらいの1リッター150円ぐらいのやつと大体まあ、一緒。てか一緒ですね。でもやっぱり風味が違うらしいです。とにかく。だからそれもちょっと気になるんで、うん、まあ、牛乳は俺まあ割と毎日飲んでますから、ちょっと、ね、レビューしてみたいな、というのはあります。ということで、はいと。4553です。ご視聴ありがとうございました。